こんにちは、私は、木下と言います、皆さんこんにちは、カルビーさんの窓を東京で最初に取り付けたものだと思います。カルビーウィンドウさんに初めて出会ったのはですね、ちょうど1年前の、建材店っていうのがありまして、そこに私が来ましたらちょうどカルビージャパンさんのブースがありまして、冊子が展示してありまして、初めて見ました。それでとっても感動しました。っていうのはですね、国産の冊子にはないこの断熱性ですね、それと気密性がとっても優れたもので、まあこれはもともと今ロシアのサハリンで作ってるんですが、ドイツの、窓をサハリンで作ってる、そういうような形になってます。でドイツの窓っていうのはですね、今世界で最も優れたシステムと言われておりまして、ただドイツから直接持ってくるとですね、日本ではとても高くなります。ただカルビーさんの窓は、ドイツ製のパーツを使って、組み立てをサハリンでやってらっしゃいます。ですので全く同士と同じクオリティで、あります。で、今、この窓のご紹介をしましょう。今こちらが、窓が閉まっている状態です。これは今開けました。ご覧ください、この厚み。これは私が選んだこの窓ですね、いろいろセレクションがありますが、私のは 85mm というものを使いました。それで30ガラスです、ガラスとガラスのギャップが20ミリで、空気ではなくアルゴンガスが入っています。ですのでとっても断熱性が高いです。あとゴムのパッキンがですね、二重になってました。これを閉めると全く音がします。でそれだけではなくて、換気をしたいとき、例えばこうすることによって換気を行うことができます。しかも外が多少の雨ならば雨が入らないで換気ができます。このシステムは日本では見たことがありません。まあこのシステムをドレーキップウィンドウというらしいんですが、私がですねこの建物を建てたときに、前はですね、ホテルをやっておりました。で、ホテルを建て替えるにあたって、まあ、ホテルはとってもコストがかかってですね、まあ、正直大変でした。で、マンションに建て替えたんですが、ハウスメーカーさんですけど、そのハウスメーカーさんのオリジナルの冊子がここに全部ありました。でそれをですね全部カルビーさんの窓に変えました。でその時にもともとあったこのフレームをですね取らずに生かしたまま、このカルビーさんの、断熱性気密性の高い窓に変えることができました。ですので後付けも可能です。しかも値段がですね、国産のどの、高機能の窓よりも安い。これは大きなアドバンスだと思います。まあ本当にこれにして良かったと思います。まあですので夏の冷房、冬の暖房、まあ要するに冷暖房のコストがですね、とっても安くできるということが期待できると思います。この窓全体は 100% 開けることができます。開けてみましょう。
こうしまして、でこのハンドルを横にして、こうするとですね、ご覧ください、 100% 開きました。しかも今までの窓ですとこう閉めてですね、よく日本のサッシでもあるんですが、上と下で押さえて、それで、ロックできるという形なんですが、この窓はですね、このハンドル一つで固定されます。金具がハンドルを下げることによって上と下にハンドルが行って固定されます。これはカルビさんの、いろんなラインナップでも、これは最新のモデルでだそうです。音が全くなくなりました。素晴らしいです。